お、なんか見えてきましたね。あれはなんだ、鳥か飛行機か。いやいや、シャコちゃんだ。わ、思ったよりでっかいな。結構シャコちゃんに別れを告げまして、本日のツーリングのね、目的地は菜の花畑でございます。実は昨年ね、 YouTube を始めたばかり、バイクに乗り始めたばかりの頃ですね、まだ一度行ってるんですけれども、大変ね綺麗でしたので、今回はね GoPro とかね、撮影機材もバージョンアップしてますし、綺麗に撮れるんじゃないかなと思って向かってるんですね。まあ、ざっくりと菜の花畑の説明をさせていただきますと、自然にね再生できたものではないらしいんですね。連作障害ですか、同じものをね毎年育ててると実りが悪くなるみたいな、そんな感じのねやつですよね。それを避けるために畑を休ませてる間に菜の花を植えて、それをねグロさんたちが楽しませていただいているというね、そういうものになりますね。今回も一つだけ心配なことがありまして、菜の花畑の場所がわからないんですね。先ほどお話しした通りに、連作障害のね対策として植えているものなので、毎年菜の花畑になる畑がね変わるんですね。ですので去年行ったところとはおそらく違う場所になっているんで、正確な場所がね、正確な位置がね分かりません。だいたいこの辺の地区っていうのはあるんですけど、正確な場所は行ってみないと分かりません。ですのでちょっとね現地で探さないといけないかもしれないんですが、そこはね慎重派のグロさんね、ちょっと事前にというか、以前こちらの方までツーリングに来た時に下見をしたんですね。その時になんかそれっぽい場所をね発見してしまったんで、まずはねその時の様子をちょっとご覧ください。周囲にね菜の花っぽいものは見当たりませんね。ああ、なんとなく分かった。あ、去年こっち側がね映ってるかな、去年菜の花畑だった場所ですね。今年は何もありませんね。お、なんかこの辺も菜の花がある気がするね、ちょっと咲いてますね。でもここもどうだろうな、ちょっと違う気がする。あ、なんかこの辺怪しい。これ菜の花じゃないですかね、まだ咲いてないけど。あ、ここっぽい。なんかはい、どうですか、なんとなくね一面綺麗にね菜の花のまだつぼみでしたけどありましたし、ちょうどね岩木山をバックに菜の花を見えるような絶好のスポットなんで、あの辺の近くに臨時の駐車場とか用意してあるかもしれませんね。去年はね臨時駐車場があったんですよ、近くの空き地に。まあ、今回もあるとは限らないんですけど、とりあえずですねそこを前回の下見で行った場所を目指してみたいと思います。おおお、あれはリンゴの木だと思うんですけど、花が咲いてますね。おお、結構いっぱい咲いてる。まあ春ですからね、リンゴも花咲きますよね。ああ、でもリンゴの花ってこんなにたくさん咲くんですね。いやー、グロさん青森県民ですけど、あんまりねリンゴの花が咲くとことか見たことないんで、うわ、これは満開じゃないですか。おー、こんなに咲いてると綺麗だな、リンゴの花も。すごいすごい。
いやそれにしてもね、菜の花見に来たんだけど、リンゴの花がすごいですね。いや本当このぐらい咲いてるとね、見栄えが素晴らしいですね。これは本当にここに小座敷でね、普通にお花見できるレベルですよ。これ桜にもね負けてないと思うんですけど、さすがにねリンゴの木の下で宴会する人はいないようですね。さてと、そろそろね菜の花畑があるあたりの地区にね入ってきたと思うんですけど、この辺にねもう菜の花畑があってもおかしくないんですが、見た感じは全くありませんね。まあとりあえず前回の下見でね発見した場所までもうちょっとなんで、とりあえずそこまで行きますかね。お、黄色い絨毯が見えた。なんか車も止まってるな。とりあえずそうだ、あそこですね、あそこが下見できた場所です。やっぱりね間違ってはなかったですね。でもこの付近駐車場とかあるか、車止めれるところないですね。まあ、いやとりあえずこの辺の道脇に止めちゃいますか。とりあえずですね、前回下見に来た場所はご覧の通りね、見事な菜の花畑だったんですが、この付近にですね、去年みたいに駐車場、臨時駐車場とかがないんでね、ひょっとしたら他にもいい場所があるのかなってちょっと思ったんで、この周辺をね、ちょっと一周してみたいと思います。菜の花畑探索ツーリングですね。それをちょっとしていこうかな。それっぽい場所が見当たりませんね。まあずっとね道から外れたところの畑っぽいところとかにはちょっとあるんですけど、そっちまでね勝手に入っていっていいもんでもないでしょうし、別にこの菜の花畑っていうのはですね、人に見せるためにやってるものではないんで、畑とかね完全に私有地ですからね、勝手に入っちゃダメですよね。あくまで行動からね見える範囲で撮るんだったら問題ないっていうレベルだと思うんですけど、去年はねなんかたくさん人がいて一部ね入っていけるような場所があったんですよ。なので今年もねそういうのをちょっと期待してたんですけど、今年はそういうところはないのかな、どうなんだろうな。なかなかいいところが見当たりませんね。この辺一帯をね一周してみたんですけど、そんなにねここだっていう場所がありませんね。ちらほらとね菜の花が咲いてるところはあるんですけど、なんかこうがっつり見れるようなところはね見つかりませんでした。なんてこったい。こっから見える範囲にもねあんまりありませんもんね。去年はねこの右側が臨時駐車場で、ちょっと今見えないですけど左側ね、あちょっと咲いてる去年を咲いたところちょっと咲いてる、この辺がね菜の花畑だったんですけどありませんね。仕方ない、ここの牧場でねソフトクリームでも買って食べてきますかね。
というわけで、まあとりあえずですね、菜の花畑は見ることができましたし、牧場のね美味しいソフトクリームも食べられましたんでね、去年来た時はあそこでソフトクリーム売ってるって知らなくて食べ損ねてしまったんでね、まあそれは今年食べれてよかったです。菜の花畑もですね、ひょっとしたら黒さんが見つけられないだけで、もうちょっと離れた場所かどこかにね車も置けるようになってるようないい感じの場所があるのかも、あったのかもしれませんが、まあグロさんはね見つけられませんでした。それでもね最初にね見に行ったところみたいに、前回の下見に来た時に発見した場所とかは綺麗にね菜の花が広がってましたんで、そちらがねなかなか綺麗に見れていいと思いますけどね。それではね、今回の動画もここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントなどぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ヘバナー、バイバーイ。